セイリアス・アンティオキア正教会大聖堂。セイリアス・アンティオキア正教会大聖堂は、カナダ、オタワにある、アンティオキア正教会の大聖堂。ムーニースズベンの東、ホックズバック滝の南、リバーサイドドライブにある。大聖堂の主任司祭は、ガッタス・ハジャル神父。教会組織はレバノンからの移民により1929年に、設立された。移民たちは、 当初都心部にある教会で方針例を行っていたが、この建物は今日ではセイリアス住宅となっている。レバノン内戦により、オタワにおけるアンティロキア製教会の信徒人口は1970年代および1980年代を通じて劇的に増加し、教会はより大きな聖堂を探すようになった。土地が1975年に購入され、 聖堂は1990年から1992年にかけて建設された。2000年には主教座聖堂として正規を視された。オタワ主教区は今日、カナダ東部とニューヨーク州北部を管轄している。レバノン系移民で聖教徒であるポールアンカがオタワを訪れた際、この教会の聖歌隊向けに講座を持ったことがある。晩課は普段土曜日の夜に行われている。 手術の朝には、早川が午前8時45分から行われ、続いて午前10時から生体礼儀が行われる。毎年7月にレバノンファンフェスティバルが駐車場にて行われ、レバノン人、非レバノン人問わず、おたわ中から人が集まっている。大聖堂の神徒には、ティーンソヨ青年会、ョン神聖互助会、アンティオキア人女性会、そしてトリプル a などのグループが含まれている。 ありがとうございます。